ここにあるんはせやけどちょっと不気味。なるほど。どうやら怪しいんは鳥海ちゅう感じになってきたな。待てよ。どないした？さっき鳥海は鳩をずっと飛ばしてたって言ってたな。うん。服部、さっきの鳩小屋に行くぜ。工藤、一体何やっちゅうねん。いいから、さっき戻ってきたばかりの鳩がどれなのか探すんだ。探すんや、言うてもな。くそ、なんかええ方法はないんかいな。そうや、確か蜂蜜入れた水やる言うとったな。つまり黄色い水が乗っとる皿探せばええっちゅうこっちゃ。よっしゃ、さっきの鳩はこいつやで。ん？何や、髪の切れ端が落ちとる。よし、俺の推理が正しければ。おい工藤、これはつまり この呼び出し状、鳩で運ばれたっちゅうことやな。ああ、大きさから考えても伝書館で十分に運べるものだからな。なるほど、そこへ入れるときにこの橋が落ちたっちゅうわけか。それに彼女が空見てたいうんは鳩を待っとったとも考えられる。となると魚住を呼び出して殺したんは鳥海。その可能性はあるな。んならこの事件、鳥海探して一件落着や。セーブするんか？ちょっと待っててや。どのファイルがええんや？セーブするで。終わったで。服部、ダメだ。どこにもいないぜ。こっちもや。あ、おった。平次。ん？どないしたんや。二人ともえらい慌てて。それがまた殺人事件なの。なに？まさか。今度は渡り鳥の館かいな。ああ平ちゃん、こうも立て続けやなんて警察もなめられたもんですわ。それで今度は一体？ここの副館長の鳥海悟やそうです。鳥海やて？どないなっとんねん。どうやら俺たちまんまと引っ掛けられたみたいだな。引っ掛けられたのはこっちよ。こらチビ、さっきはよくも。うわ、出た。
ないんや姉ちゃん、まだおったんかいな。何よ、二人揃って人をお化けみたいに。まあいいわ、ここらでナオミちゃんの実力遠くと見せてあげるから。実力？そう、この私の灰色の脳細胞によればね、犯人はサイコキラーよ。サイコキラー？しかも動物にちなんだ殺害方法を好むってやつ。これしかないわね。なるほど、そういう線もありやな。でしょでしょ、ナオミちゃんだってやるときゃやるなよ。すまん、オタキャン、この子の話参考に聞いたって。よっしゃ君、ちょっと頼むわ。え、本当に？はいはい、喜んで。ふぅ、これでゆっくり調べられるな。ま、そういうこっちゃ。ほな、怪しいとこをひとまず調べてみようか。ん？手の下になんかある？これは、また紙切れや。なんか文字が書いてあるぞ。こいつは鳥の羽や。また行さん落ちとるな。特に怪しいところはないみたいやな。この剥製、今にも動きそうなくらいようできてるわ。せやけど、これは事件と関係なさそうやな。特に誰かが争ったりした跡もない。ちゅうことは、まさか犯人は鳥海の顔見知り。丈夫そうなテーブルや。けど動かした形跡はない。特に怪しいところはないみたいやな。けどこの落ち方、どうも不自然やな。ひょっとしてこの下に。やっぱりな、なんかある思たけど、こいつはどうやらダイイングメッセージみたいやで。せやけどこれはどういう意味なんやろ。今の段階じゃさっぱりやな。これまたようできた剥製や。けど羽んとこ少しむしり取られてる。どうやら下に落ちとるんはこいつらの羽みたいやな。この剥製、今にも動きそうなくらいようできてるわ。せやけどこれは事件と関係なさそうやな。鳥海の死体や。まさか次にこいつが殺されるとはな。特に怪しいところ見たところ、これは事件と関係なさそうやな。ん？こいつなんか加えとるで。
これはまた紙切れやないか。ちゅうことはもしかして渡り鳥で待つ鳥を忘れるな。くそ、やっぱり呼び出しよう。さっきと同じやないか。工藤、お前なんか分かったんか。いや、ただ胸をナイフで刺されてるっていうことだけだ。刃物か。さっきの姉ちゃんもそうやったな。それにこの呼び出し状、間違いやらへん。犯人はさっきと同じやつやな。ああ、迂闊だったぜ。あ、服部くん、カズハちゃんがあっちで変な足跡見つけたって。なんやて。ヘイジ、見てみこれ、ボイラー室まで続いてるで。ん？行き来した足跡ということは決まってる、犯人や。このまま後を追うで。あれ？なんや、行き止まりやないか。けど、足跡は確かにこの部屋まで続いてるで。なんか引っかかるな。よっしゃ、ちょっと調べてみようか。見ての通り、普通のボイラー機や。特に怪しいところはないみたいやな。特に怪しいところはないみたいやな。特に怪しいところはない。マンホールやな。下水道にでも続いとるんやろか。ん？これは。おい、服部。このクズ、まだ新しいぜ。何やて？これはどういうことなんだろう、一体。なるほど、ついさっき誰かがこのマンホールを開けたっちゅうことか。よっしゃ、このまま追跡続行や。オッケー。あ、私の。お前はあかん。姉ちゃんと一緒に大滝藩のとこにおるんや。ええな。けど。アホ、お前にもしものことがあったら俺。平次、富山のおっちゃんに思いっきりどやされるやないか。わかったわ。勝手にどこでも行き。